このコーヒーちょっと高いやつよね。アイスコーヒーちょっと高級なの買ってくれたんやこれマネージャーが買ってくれてんけどあ,あんたのは高級じゃない普通のやつやなんなん普通のモカなカそんなエコーヒー気するわけ俺のやつはもう一つ安いのがあんねんけどそうこれキリマンジャロ的なやつやななんなんちょっと高いやつやこっち全然キリマンジャロがいいんだけどめちゃくちゃマンジャロがいいテンション高い時にしか頼まへんやつや そうねマンジャロが欲しかってんけどんなんえだってあんたラテやろそれラテにはマンジャロないよ、ま、マンジャロ入れろよラテにも、ま、ラテマンジャロとかにしろよラテ,ラテって何か分かってんのいや知るわけないやんマンジャロ的なやつやろじゃあラテとカフェオレ何が違うか知ってるラテはえー、っとミルクが多めで俺が、えー、コーヒーが多めブ <laughs> ラテはエスプレッソで割ってんねん確かにそうなん もうほらエスプレッソだのなんだろうもうじゃエスプレッソって何か知ってるエスプレッソはなんかコーヒーのなんか抽出しためちゃめちゃ濃い<で>もうこんくらいのちっちゃいやつ絶対全員初めてエスプレッソ注文するときは失敗で注文するやつ、ね、ちょっと言ったあかん言ったあかん っていうか、今ピーってして、こうモザイクかけてもらっていい。あの、皆さん、あの、知りたい人エスプレッソを頼んでみてください。あ、そうやな。これはお楽しみやね。みんな失敗してもらいたいよな。うんうん、かっこつけて。あの、プラスの、ちょっと、あの、失敗談を、あの、その見た、み<や>、その、出てきた時。のや、ていうか、全員。全員やんと思うねん。それは、うん、なんか、は、コーヒー屋さんとかに、まあ、ちょっと。うん 初めて大人になってコーヒー飲み始めたときにいろいろ知らんやん,うん、うん、アメリカンとかいっぱいあるやんかう,ん、うん、うちもねエスプレッソはなんかそういう名前のコーヒーやてていや俺もそうやと思うっっ、ね、アメリカンのこうエスプレッシャンみたいなだからやっぱかっこいいやんか、うん、エスプレッソ、うん、めっちゃかっこいいだからなんかイタリア人って感じするし、うん、かだからそうか初めてのデートでカフェコーヒーのお店に行ってでそこで。 何頼みますみたいなのなんかなった時に、うん、デートで行ったんデートで行ったん初めてのでその時によくわからんとあんじゃあ,あなんかいつもこなこなれた感じでこなれた感じであじゃあ僕はエスプレッソでお願いしますまあちょっとあの言ってんのはちょっとかっこいいよね <laughs> おエスプレッソ行くみたいなそう,そうなんや<ー>みたいな感じだと思うん向こうもちょっと音な、ねうん、いやくそれでも <laughs> 何 出お待たせしましたーって言って持ってきった時に、うん、要は向こうはい、なんかこうこん普通のコーヒい頼だっていうかポンってこんなポンってデートでさどうやって,だって飲む配分もちゃうやん絶対これうち話したことないけどさあのうちもエスプレッソ頼んだことあるんやけど あの、同時に出てきた時に、エスプレッソって気づかんと <laughs>、他人のコーヒーに、あ、これこう混ぜるやつやで、ね、す <laughs> <って> <laughs> あの、ミルクみたいなやつやで、ね、す <laughs> って。あまりにも小さいからぶっ込んだことある、隣に。で、<や>相手もわかんねえから、あ、そう、みたいな。うん、そう、一緒についてきてるから、つって知ったかぶりでさ、あ一緒やから、つって、大丈夫、任せれ、つって、ぶっ込んで,でこ、これが私のコーヒーやった、みたいなカ。カフェの人もさ、なんか言ってくれたらええのに、 って思っとってんけど説明してほしいね。そう最初に小さいエスプレッソあのちっちゃいエスプレッソで大丈夫ですかみたいな。でこでこいエスプレッソで。また荷重をかくや。いやあのそこはでかいのでお願いします。いやでもエスプレッキーサイズ大きい方だよみたいな。でもエルでエスプレッソエルでお願いします。死ぬ死ぬやつそれここのサイズでエスプレッソで死ぬ。 本当ですかつって。<laughs> あの、もう、でかいのでお願いします。いや、だから、なんやろう、言ってほしいなって、その、なんやろう、エスプレッソってこんくらいのやつですけど、<laughs> <laughs> 大丈夫ですかそれが、あの、それしかないんです、<laughs> サイズも、みたいなね。そう、だいそ大丈夫そうですかって。でも、それ言われたら、やっぱ、それはそれで恥かくか。<laughs> <laughs> もう恥かかせんじゃねえよ <laughs> コーヒーショップかかそ,れそれ言われた時点で <laughs> あそうですけどみたいな感じでこっちもカッコつけて言うしかないもんなエスプレッソはもう絶対失敗せなあかんねんもう <laughs> もうみんな絶対失敗してるから、うん、失敗したやろいやマジでだから隣の,あの相手に入れたもん <laughs> これだかか、ミルクみたいなやつやん、ね。こう、混ぜて、こう、あれ、あれ、あれ、混ぜ混ぜするやつやん。知っ, <laughs> ったかしたらあかんな <laughs> うちね、ちょっと知ったか、知ったうタイプやんか。あの、知らんのに、その、強がって、ううえ、何やったっけえ、大丈夫やってみたいなやっちゃうから。で、それやって、自分のコーヒー待ってたら、なかなか来ないから、あの、え、うちのコーヒーは、あ、さっき出しましたけど、みたいな。どれみたいな。く <laughs> つって見せられて、あ <laughs>、これ私のコーヒーみたいな。<laughs> 嘘つ。ここぶっこんだけど <laughs>。